始球式始動。イエーイ。ドラゴンズファンなんですか。そうなんですよ。生っ粋のメンバーが抜けてからが、長いなっていう、昭和やって言われるかもわかんないですけど、世の中の8割ぐらいのことは気合と根性でなんとかなる。12球団で一番きついの今西武ファンちゃうかと思ってるんですよ。じゃあちょっとやってみます。はい、はい、なんか緊張するな。なんかしかもこれ上がこうなんだね。そうだからあんまりふんわり投げるんだよ。そうだね、ふんわりしか投げない。うおすごい下手くそなんでちょっとどこ行くかわかんないみたいな感じなんですが、そういうのも含めて教えてもらおう。ああほら山田駅シスターで。ですよね。今かかんないよ。トミさんをかけてるやつなんですけど、どんどん動いていっちゃった。背中がでかい。うわぁ、すげぇ。もう痛いわ。すごいな、いい絵だ、ほら。いっぱい、理事長用のオフカメラも撮っといてよ。こんな貴重なことない。うわすごい。痛い。あ、ごめんなさい。取るかな取るかな、あれぐらい俺じゃねえんだから。すげえなぁ。いやぁ、本人の人生の中でも財産だな、本当に。じゃあもうホーム指導っすね。あ、ホーム指導しましょうか。そう、もう分かったんです。ああ、さすが。投げれなかった人いないんだから、教えてもらって。こう、こういくじゃないですか。はい、こういう時こうなっちゃうんですよ。はい、でこうなるからこう開いちゃうんですよ。あ、これぐらいに行きたい。こうじゃない、こうじゃない。なるほど。そこに右手を出していく。あ、そう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 っす。もう変わってる。変わってる。そうそうそう。生まれ変わったんじゃない、早速。ここあるじゃないですか、はい、これ投げた後、ここに持ってくる感じです、ね、これを下じゃなくて。あ、そう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 これ少年野球の時、誰もそんなこと教えてくれなかった投げます。誰も教えてくれなかった。そう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 いい。ここはあの時に内緒で行こうよ。見てもらえればなと思ってます。失礼しました。はい、じゃあ、トミー行ってみよう。え、もういいの？
これでも見てもらったら和田さん呼ぶためだけにちょっと投げたんだもう多分疲労っすちょっと疲れたんだね和田さんから見てこれ何か一つだけ投手として足りないものは何ですか球種で投げる、はい、ボールですよね、はい、だとしたら十分じゃないかなと思いますけど、はい、本当ですか、はい、いや、なんかじゃあ指摘してほしいです。なんでいいかって言ったらキャッチャーの取れるところに、あー、なるほど、コースは、はいはい、行ってますのでまとまってますね、まあ、高低ですけど、はい、サンティ君が言ったように、はい、ちょっと若干こう顔ぐらいを、はい、狙っていったわけかもしれない。なるほどなるほど。ミッドカネタのよね。もう当たるぐらいがちょうどいいんですよ。そうそう。当たるぐらいがミッドカネタのちょうどいいんですよ。何をあんたクローの人2人に見てもらう。そう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 。打席やりましょう。それはやった方がいいと思う。最後に。はい。DeNA で。左右梶原、ね、左じゃあ僕は梶原さんで行きましょう。その日ローテーションローズだったおばさんが新之助なんですよ。あ、じゃあ右桑原さん。でも今梶原が出ないで、最近梶原ね、めちゃめちゃ打ってるからいいですね。誰やるのはいいかもしれない。ローテーションとスタメンまで読んでるプレイボール。さあ、本番だと思ってごらん。わあ、右はあのもしかしたら打つかもしれないからみんな気をつけて。実はそれぐらいで言っとかない。バッターにも関係ないから。かけないようにし。避けてくれるんで大丈夫です。はい。おお、ナイス。今悩んだよ。当たろう。ちょっと悩んだけど。した人にならないように。ないないない。今後も存在しないんだから、そういう人は。ありえないんですか。ありえない。いなかったです。ミスするとかないんですか。ない。しないんですよ。ラスト一球勝負なわけだから。そう。やっぱり一球これが本番だと思って。あ、じゃあラスト。じゃあやっぱりもう5万人のお客さんに挨拶するところから。はい、じゃあ俺も梶原バージョンに行こう。ギタリスト西園寺ひとみさんになります。わあわあ。わあ、タメ。マウンドに行きますよね。できますよ。うん、でちゃんとね、実際にはあのロジン置いてあるからロジンも触っちゃってさ、記念ロジンなんか触らないっす。いや、触っていいんだ。大丈夫。さあ、審判が言いますよ。プレーボール。緊張するんだろうな。ボールだけどね。ねえ、まあ、届いてんだ。それもキャッチングで動きだから。マウンドのここバちゃんとね、グイって取ってくる。本ちゃん多分もっとマウンド硬いと思う。そうそう、確かに。聞いといてもいい。あと、もうちょっと緩いっすよね。もうちょっと傾斜。傾斜が緩くて。あ、投げやすいと思う、そこより。あとは本当に緊張との戦い。まあ、それは。まあ、楽しんだ方がいいっすよね。せっかくだから。はい。うん。そんな4万人が、そうそうそう。見ることないですよね。なかなか。はい、それでは西園寺ひとみロードトゥ始球式、はい、投球指導ということで里崎さんと和田さんにまで、急遽参加していただき、はい、ありがとうございます。いや、お二人もともとチームメイトですよね。和田さんですか。はい、めちゃくちゃよくしてもらってた。ですよね、はい、同じ千葉ロッテとか、はい、
すいません、本当に黙ってたんでね、はい、もしかしたら後で言ってくれると怒られるのかな。いや本当もう何年ぶり以上ぶりっすもん。あ、本当ですか、はい、で情報を聞きつけてぜひ、お願いしますとお願いします。しかも、本人には内緒で行きませんかと僕が言ったんです。すいません、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いろんなことしてくれました。前回の投球ともう全然フォームも違ったな。本当ですか。いや全然違う、本当に。いや嬉しい。球も来てたし、うん、ありがとうございます。いえ、大丈夫です、失敗した人に。そうなんかそれだから、ね、失敗しないで、うん、うん、はい、失敗しないから大丈夫だ。米倉涼子ぐらい失敗しないから。失敗しないです。あれぐらい失敗しないから、はい、それはもう安心でしょ。はい、いつでしたっけ。30日です。30日、はい、もうすぐだ、10日後、はい、今日が、うん、10日後だよね。10日後、楽しみですね。トミーからあの2人にプレゼント、まあ、はい、プレゼントというかあれですけど、はい、せっかくなんでね、これ、はい、はい、今、DJ も来てるやつなんですが、はいはい、僕たち今、推しの子分というですね、はい、あのタイトルでツアーを回ってまして、はい、その、はい、あのグッズなんですけど、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。ちょうど欲しいなと思ってました。はい、はい、おい、来てたからなんで、はい、はい、あとまた、若かりしに戻って、そうですね、ボトルでまた乾杯しましょう。ボトルで乾杯。ボトルで、いや、僕はグラス持ってたんですよ。ボトル持ってたのあなただけです。ね、僕はもうそんな怖い飲み方できませんけど懐かしいですね。そういうこともまたやっていきましょう。はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。